すーちゃん、おはようございます。今日なんか朝大変だったね。何があったんですか？何を？うんこを漏らしたねえ、なんで漏らしちゃったの？もう一回言って。びっくりして泣いちゃったねえ。寝てる時にうんちが出ちゃったんだ。それでなんだろうなーってお尻触って、そしたらうんちが出てたねえ。手で触っちゃった。だから洋服とかさ、お布団とかがさ、全部さ、うんちだらけになっちゃってたけど、すごかったよ。ここら辺とかもさ、手にだってさ、どれぐらい、枝豆ぐらいのうんこ握りしめてたよ、ずっとマジだから拳をずっと開いてなかったの。ずっと握ってて、なんかなと思ったら枝豆ぐらいのうんちを握りつぶしてた臭かったねえ、すーちゃんすーちゃんすごい、うんち漏らした時すごい顔してたよ。あ、これずっと やっちまったなーって顔してたよ。ずっと何言っても、なんか呆然と、話しかけても何にも返事もしないし、もう、ずっと遠くの方見つめてたよね。うんこ握りしめながら、すーちゃん。ねえ、多分、3歳ながらに、やっちまったっていうのが分かったんだろうね。ね、すーちゃん、やっちまった？すーちゃん、やっちまったなと思った？クールポコ？クールポコ状態だった。やっちまったなって言ってます。やっちまったなじゃあすーちゃんもう大丈夫だよね、明日からはね。ね、すーどんまい、どんまい、全然大丈夫だぜ。すーちゃん、すーのうんちをいただきました。すーのうんちを差し上げます。すーちゃん、バイバイ。バイバイ、ニコチュー。いいよ、また見てね。じゃあ、ショック、ここに行って。ここにまた見てね。また見てね。上手。はい、もう一回。また見てね。